ます。本日の日曜はですね、2024年の4月23日火曜日ということで、私はですね、現在ですね、埼玉県所沢市にあります西武園競輪の方に来てるってことであります。ってことで、まあ、先週ですね、新潟県のちょっと魚沼に行ったり、まあ、キャンピングカーの展示会なんかにね、まあ、参加させていただいて、まあ、自然豊かなところに行って、まあ、キャンピングカーで行ってね、サイクリングが非常に非常にいいなっていうふうにね、まあ、感じて、まあ、皆さんにね、まあ、サイクリングのちょっと魅力、ね、まあ、ね、例えばこれからちょっとゴールデンウィークっていうことでね、まあ、自転車のちょっと魅力を伝えていきたいなっていうのもありますし、まあ、いろいろね、今日ね、ちょっと、お伝えする予定ですが、まあ、ゴールデンウィーク前、ってことで、まあ、そういうリフレッシュも兼ねて、まあ、自転車ってありますし、そしてですね、まあ、4月っていうことでですね、残り3ヶ月で夏のシーズンですよね。まあ、皆さんね、ちょっとお腹の方をね、まあ、ぽっこりお腹ってことでね、ちょっと気にされてる方も非常に多いんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、そういう意味で、まあ、自転車を通じてね、まあ、健康促進ってことでね、今日ちょっと昼からマニアのスタート、ちょっとね、AI VTuber のね、軍団がちょっと駆けつけてくれるってことであります。まあ、その辺のね、まあ、健康促進とか、まあ、ドクターの方にもちょっとお伺いしようというふうに思うんですけど、まあ、ね、まあ、今日ちょっと朝からね、まあ、セブン県の方に来てましてね、まあ、感じるのはね、やっぱりね、まあ、ちょっとね、まあ、今日はちょっとゴールドウィングショーっていうことで、まあ、非常にね、豪華なメンバーが揃ったわけですけど、まあ今日来てる人はね、やっぱり高齢のね、高齢者が多いなっていうふうに思います。まあそういう意味で本当にね、競輪って言ったらね、まあ高齢者のスポーツっていうね、まあ文化っていうのをね、私から変えていきたいなっていうふうに思います。まあそういう意味で、まあちょっと AI VTuber 集団とね、まあ、感じで、まあ特にまあマリオカートにね、興味持ってる方にですね、まあ、競輪の魅力をね、まあ、どんどん伝えていければっていうふうに思います。まあ、結構ね、特にまあ、競輪って言ったらね、まあ、公営競技、まあ、競輪、競馬協定、そして競輪オートレースって4競技あるんですけど、まあ、その中でも一番ちょっとルールが難しいのはね、まあ、競輪だというふうに思います。まあ、そういう意味で、はい。まあ、ゴールドウィングショーね、観戦も含めて、皆さんに、競輪の魅力、そして自転車の魅力、これからね、まあ、ぽっこりお腹ちょっと気になる。まあ、ちょっと、時期的にもね、花見なんかで、ちょっとビール飲みすぎて、お腹が気になって体重がものすごい、3キロも5キロも増えたっていう方はね、ちょっと夏に向けてですね、まあ、肌を露出するシーズンになるので、まあ、自転車を通じてですね、まあ、まあ、行楽地に、ね、まあ、とにかく自転車をこけばね、まあ私もトレーニング中なんですけど、まあまあ体質改善に非常にいいと思います。ました時にですね、森克行のね、さんのちょっと復帰戦ってことで、まあ田口アナウンサーの方にですね、まあいろいろちょっとオートレースをね、教えてもらったんですけど、まあ今回もちょっと特別に教えてくれるっていうか。お願いします。去年ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今度は競輪編ね。はい。はい、まあまあってことで。はい。あ、去年ちょっと森克行さんの時にオートレースを教えてた、ね。でもあの時以来私常に思想をチェックして。はい、あれから見方が変わりましたか、オートレース。いや、変わりました。はい、でかなり当たりました。あ、本当。あ、じゃあよかったです。結構思想で体も。最重視して見てるんだけど、タイムも大事だけど、まあ、思想の見た目がね、はい、大事ですよね。はい、なるほど。ってことで今日はちょっと競輪についてちょっと教えてもらいたいんですけど、はい、やっぱり公営競技が4競技がありますよ、はい、競馬と、ボートレースとオートレースと、オートレースと、はい、競輪と、はい、4つあると思うんですけど、はい、まあ結構例えばその車検の買い方とか、まあ、そういうのを含めても、一番ちょっと複雑なのが、ちょっと競輪じゃないかなっていうふうに思います、まあかけ方からもそうだし、ちょっと競輪の番組とかよく見るんですけど、よく見るんですね。
はい、うん、でもあんまよくわからない。そう、うん、よく見るんですけど、うんうん、よくわからないっていうのはちょっと、うんうんそうだね、多くの人の実感じゃないかな、うんうんうん、例えばボートレースとかだったら、うん、例えばなんか競輪と違ってなんか単勝複勝みたいな感じで、うんうん、なおかつ、うん、6社6艇しかいないし当てやすいのね、はい、うん、ボートレースはね、そうそう、うん、あ当てやすい、非常にちょっとシンプルで分かりやすいんですけど、逆にあの競輪の場合はなんか旧車建てで、うん、特にあの、まあ、かけ方も結構、うん、連勝式しか売ってないとか、うん、まあ、そういうのはありますし、何よりもちょっとラインとか、うんうん、まあ、そういうのがちょっと、うん、初心者の私も含めて分からないライン、うん、戦略とか、うん、その例えばなんか番組とか見てるときに、うん、1番、5番、6番、難関ラインとか、うんうん、そのラインとか、そういう読み方自体が分からない人が多い、うんうん、そうなんだよね。競輪は、他の競技はみんな短期、一人一人なんだけど、競輪は一人一人で、この選手が強い、もう一人のこの選手が強い、強い強いで決まるわけではなくて、競輪は、団体戦です。団体戦です。あ、なるほど。チームに分かれて戦っていくと、はい、こういうふうに、はい、例えば今回みたいな大きな大会はこう9社、9人いるんですけども、はい、普段の開催は7社立てが多い、はい、でそれぞれこうチームを組んで、これがだから難関ラインとかっていう、はい、そのラインっていうのがまあこのチームのことです。あ、なるほど。まあ、言うなれば、うん、そのかけっこみたいな、単走一人のいやじゃなしにリレーみたいなか、うん、その総合力で、まあ、そう、みんなで力を合わせて戦おうっていうことです。ああ、で残りもう最後の直線だけ、はいはい、最後の直線までは団体戦チームで戦って、でこの中から、あ、このみんなで上位独占を狙おうぜっていうのが競輪です、はい、だけど最終4コーナーから最後の直線に関しては、はい、ここはもう個人戦、そこから最後の4コーナーからの直線だけはもうどう言っても構わないけれども、はい、最後の4コーナーまではみんなでチームで力を合わせて上位独占を狙おうっていうのがこの競輪です。あ、でこれ例えばその3人並んでいると、はい、それぞれみんな役割があります、はい、で一番前を走る人っていうのはとにかくもう風の抵抗が一番あるので経験は、はいはい、なんかもうそのなので風を受けながら一生懸命ウィーって頑張って走る人が一番前、はい、で次の選手はこうやってまくるって分かりますよね、はい、棒とかも一緒ですけど、後ろからまくってくる選手を外に張って牽制してブロックする役目があります、はい、あ、なるほど。で3番手の人っていうのは、うん、内にこう差し込んでいこうとする人をグッと押さえ込んで内を締める人、はい、逃げる人、外を張る人、内を締める人、はい、あ、なるほど、っていう風に役割があって、あ、なるほど、でみんなで力を合わせて上位独占を狙うっていうのが競輪です。じゃあ、うん、基本的にそのラインを組める相手が多ければ、うん、その団体みたいな感じで、うん、多ければ多いほどいいわけ。多ければ多いほど、うん、このラインのパワーっていうのは強くなります、ね、そう、もうそれだけ絆もしっかりあるし、例えばこれが3人だったら次のって、すいませんはい、まあ、うん、わかります。ってことで、まあ結構ラインの力が、うん、まあそうですね、まあ組める人が多ければ多いほど、うん、まあ実際の例えば会社とかもそうですけど、うん、大企業になればなるほどなんか、うん、強くなるみたいな、そうですね、うん、仲間がいっぱいいるほど、そうそう、結束力が高くなるっていう感じですね。うん、まあ、うん、ラインで組めば単純に外から要するにまくってくる人も内から刺してくる人も防げるわけですから。そうですね。で、うん、そのラインの組み方があって、はい、これがさっき言ったその難関ラインの意味が難しいと思うんですけども、はい、こういうふうにそれぞれ の地区ごとご近所同士で組みます、はいはい、ラインは、はい、で難関ラインっていうのは、はい、この
南関東ラインのことを南関ライン、短くしてね、南関ラインって言います、はい、千葉と神奈川と静岡、この3人が、はい、ライン組むときは南関ラインって言います。あ、なるほど。北日本の、あ、北日本、北日本なら北日本、はい、あとは関東、まあ、関東の中でも細かく分かれてるけど、まあ、ざっくり関東で南関ライン、はい、あとは中部のラインと近畿のラインは一緒に組むことがあって、はい、そういう時は中近ラインって言います、はい、で中国地方の選手と四国地方の選手で、はい、ここは一緒に中四国ラインを組むこともあります。で、はい、九州ライン、ざっくり分けるとこんな風に大体近くの人同士でラインを組むんだけれども、はい、あとは組む相手がいないときには同期の選手とかの同期ラインっていうのもたまにあります、はい、 あ、 うん、あとは自分が行きたいけれども行く位置がないときには他の全然違う地区のところに僕その3番手に行きますっていうことも、はい、ちょっとね、その LINE で、うん、で、例えばその、わからない、その見てて、まあ LINE を、うん、大体まあこの、組む人とその、あるんですけど、例えばなんか、まあ今日もそうですけど、うん、なんか勝ち上がってきますと。例えば準決勝に上がってきて、なんか急に、例えばきょうの例えば決勝とか、うん、なんかまあ12エースであるんですけど、まあ例えば平原選手がこれ、うん、要するに埼玉だから南関ラインじゃないですか、うん、関東ラインね。あ、関東ライン、うん、だけど関東ラインっていうか今回は埼玉の選手がなんと5人も勝ち上がったんですよ。だから関東ラインというよりも埼玉ラインだよね。あ、埼玉、うんうん、すごいですね。でも それもすごい快挙ですね。そんだけその同じ人たちが勝ち上がるっていうのは。そしたらもうこの要するに埼玉の人たちでライン組んで、うん、要するに他の例えば2番の深谷選手とか、うんうん、あと大阪の稲川選手とか、うん、そういうのをもうブロックして、うん、で要するにこの埼玉と増木選手は増木選手と酒井選手のそこ栃木ラインができるんです、はい、でだから関東が、はい、全部で埼玉が5人と、はい、栃木が2人で7人も関東の選手がいるので結局これはもう分かれる形になってで埼玉の人が5人で栃木が2人、はい、あと残った静岡の深谷選手と大阪の稲川選手がラインを組むことになって5対2対2に分かれる、はい、そういうレースになります。あ、なるほど、うん、この場合はそのラインの組み方っていうのは先ほど例えばおっしゃったその埼玉の、うん、例えばその埼玉と要するに栃木が北韓で、うん、要するにライン組むことってあるんですか。しょっちゅう組むし今回の勝ち上がりも、はい、みんなラインを組んだんだけれども、はい、7人ももし一緒に走ったとしたら、そうそうそう、7番手の人に何の勝機もないでしょ。あ、そうですね、うん、だからその状況を見ながら、うん、要するに戦う前に、うん、どの人とそのライン組めば自分にとって、うん、一番その先着できるかっていうのを、うん、そうで お互いに前の日にみんなでというか誰々君の後ろとか、はい、僕が前で戦いますとか。あ、なるほど。もう前の日にこの番組が発表された時点で記者さんが取材をして、あ、なるほど、その段階で分かります。だからオートレースの場合とかは本当に思想を見た後の方が当たる確率は高いけれども、競輪の場合はもう前の日に番組が発表された段階で、はいはい、選手に全部取材をして、はい、僕はなんとか君の後ろを走りますとか前を走りますとか栃木と埼玉は人数が多いので分かれますとかっていうのは、はい、もう前の日の段階で分かっています。あ、なるほど、うん、なるほど。まあそうですね、まあ、うん、分かったんですけど、うん、細かな戦術って言ったら、まあ、ざっくり言ったら結果は分からないですけど、うん、この例えば埼玉の面人この埼玉ライン、うん、埼玉の4人で、うん、その、うん、5人ね、うん、5人、うん、一ノ瀬選手で武藤選手で黒沢選手で、うん、で酒井選手
酒井選手は栃木ね。あと栃木、すみません、うん、この5人、あの埼玉の要するに5人で組め、うん、ライン組めたら、うんうん、当然まあ上、うん、強い、うん、単純に強いからこの中から選べばいいんだ、勝てる、うん、まあ、あの分かんない、多分オッズ的には多分この平原選手かこれ、はい、あのもうな並びの方がラインの並びがもう分かっていて、じゃあ書いてもいいですか。はい、はい、あ、すみません、あのさ埼玉のこれ並ぶ順番もすごく大事で、はい、ああなる、ああなるほど、ああ、その辺も何もあんまりちょっと考えずに適当にちょっと車検買ってた。こういうふうに、はい、こういうふうに、はい、あのもうラインが発表されています、はい、でこれはあの選手紹介で前のレースが終わった後に選手紹介がすぐ始まるので、はい、この並びをこれで、ま、はい、間違いないかなっていうのを確認します、はい、で今回の場合はこの8番と4番で8番の一番前を走る黒沢選手が一番前を走って、はい、その次に、4番の森田選手、はい、ここが2番手を走る、はい、でもうこの、地元の、ね、エースの平原選手が3番手を走って、はい、で7番の武藤選手が4番手6番の中平選手が5番手ってなります、はいはい、でこうなると、まあ、思いの中だったらもう平原さん優勝してくださいっていう思いはありつつ自分たちも優勝を狙うっていう走り方をします。なので8番の黒沢選手にしてみれば自分だけが勝つ競争をするのではなくて、はい、自分の後ろに4人も選手がいるっていうことはこの人たちをみんな連れていく、みんなで上位独占しようねっていうのがライン戦なので、はい、そういう意味ではこの、まあ、どうなるか分かりませんけど多分8番の黒沢選手はもう自分は着に残らなくてもとにかく目一で一生懸命仕掛けて、はい、この後ろの人たちにバトンを渡すようなレースをするんじゃないかなっていうふうに大方の予想です。でそうするとこの2番手の4番の森田選手もこの選手も本来であればラインの前で戦う先行選手なのでこの人よりも早めにこの人がちょっと早めに踏み出して今度はこの人は自分の後ろに3人つけているのでそうするとこの人が早めに行けばおのずと1番の平原選手が優勝する可能性があるところがでも4番にも4番も調子がいいのでそれだったら意外と4番が残るかもしれない、はい、だけどそこからピュッとかわす1番が優勝する可能性が高いんじゃないかなっていうのが大方の予想です。ああなるほどなるほど、そのラインの中で今回はまあこのラインの中であらかじめ誰を勝たそうみたいな、誰を勝たそうっていうことはないけれども、はい、まあでも基本的にはやっぱり埼玉県といえばやっぱり平原選手という御体がいるので、はい、もうあの特に若い選手にしてみれば別に自分たちはまたもうちょっとすれば今度はこの2番手3番手とかいい位置が取れるようになってくるので、まあ、まずは先輩方に勝ってもらうようなレースをする。でもそれは損ではなくて今度は自分がちょっと先輩になると若い選手が自分の前で戦ってくれるのでそれはもう順繰りなんでね。で平原選手も若い時は一番前で捨て身で走ってたわけだから、まあ、あの基本的にまあこうでもそういう考えると結構ある意味楽しいっていうかあの、うん、人間関係とか上下関係が一番だ、それはあの、競輪はそれが一番面白いんです。人が走るので。そうですね、その人間関係がすごい面白い。そうですね、例えばなんとか選手がすごく自分の前で頑張ってくれたから今度はあのその人の地元に行った時にはその人に勝ってもらえるようなレースで、これはあのよく一般的にそんなの八百長じゃんとか言うかも、そんなんじゃないんですよ。もう、うん、人としての気持ちとして別に八百長してどうこうしようとかっていうのではなくて本当に、はい、あのその人にお世話になったから今度は自分がお世話を返したいっていうような、はい、そういう人間関係が、あのそこを整理するのも面白いところ。そうですね、まああの、うん、基本的にまあ8番の、うん、まあ、一番前走る人は要するに捨て身で、うんうん、でもいつも捨て身じゃないですよ。今日のこの決勝に関してはってことですね、はい、いや捨て身かどうか分かんないんですけども、はい、5人もいるのでだったらこの人としたら後ろに4人いるんだから、まあ、捨て身というよりいつもよりはちょっと思いっきり仕掛けるんじゃないかなっていう。いやーまあでもびっくりした、ごめんなさい。いやちょっとあのでも今のだけだったら分かんないでしょう。
いやー、分かり、ものすごい分かりやすいっていうか、ラインはそういうものです、はい、なのでそういうふうにやるのと、あとはこの前で戦うのがもうこの決勝の場合は5人も並んでいるので、うん、もう絶対頑張ると思うんですよ。それも自分で申し出たんですって、はい、僕の前で戦いたいっていうふうに申し出たらしいので、そう思うと絶対もう何が何でも後ろの先輩方を引っ張る競争をするんじゃないかなっていうふうに思えるんですけれども、まあ、だからこの、 優勝戦に関してはそうなんですが、はい、普段の戦い方としたらこの役割ですね、前を走る人、後ろを走る人のこの役割っていうのは、ここの最終バック回数、残り半周をトップで走っている人、はい、最終バックを先頭で走った回数が、直近4ヶ月の回数がここに書いてあります。はい、そうすると、こういう人、こういう人、こういう人っていうのは、はい、先行する可能性の高い選手です、はい、でそうすると、あ、なるほど、あ、なるほど、なるほど、逃げ回数、あ、なるほど、逃げが2、あ、なるほど、これまくり、はい、まくりが9、差しが4、はい、そうすると、あ、まあ、本来ならまくりが得意なのかなっていうふうに、はい、あ、まあ、深谷選手とかになるとよく知ってる選手だけども、はい、全然知らない選手とかもいるじゃないですか、はい、そういう時とかはここを見て判断します、はい、で例えば森田選手だったら右が8、まくりが5、はい、なんでもう森、この森田選手はもう何でもできるタイプの選手なんですけど、あ、でもその何でもできる森田選手が今日の場合は2番手を走るっていう、はい、そうするとこの8番の黒沢選手は逃げが5、まくりが1で、今回も逃げて結果を出しているので、はい、なのでこの自分で仕掛けられる、平原選手もそうですよ、こういう人たちを後ろに置くっていうことは、前にいる人にしてみれば、それでも僕が前で走りますって言ったんだから、多分相当早く頑張るんだろうなっていうふうに考えます。あー、なるほど。でちょっとこの決勝に関してはもうね、あまりにも有名な人ばかりなんですけども、あとはこの2番の深谷選手 の、 この競争得点が 116.10、うん、3番の増木選手が 113.50、まあ、最近だったら深谷選手の方がいいのかなっていう、で8番、まあ、っていう風にして、ここの点数もここのこれは直近4ヶ月の成績なので、そうですね、なので、まあ、私としてはこの中で今だったら誰が一番強いのかなと思うのは、まあ、2番の深谷選手だと思うんですけど、ただまあ競争得点でも116っていうので、まあ、直近で一番個人としては強いけど、まあ、だからこの要するにラインに勝てるのかどうかとか、そうなんです、まあ、そういう見方、そうなんです、そうなんです、もう本当におっしゃる通りで、はい、それぞれの選手は強い選手がいくらいたとしても、結局ラインの長さとかね、はい、あ、なるほど、そういう展開もとても大切です。あ、なるほど、うん、だから例えばもうちょっとこの12レースとかっていうのを度外視して考えて、はい、ものすごく今回は練習をしてすごく頑張ってきましたっていう選手がいたとしても、はい、自分の前をそういう例えば9番の選手がすごい頑張って練習してきたんで今回はいけそうだと思ったとしても、はい、自分の前を走る選手がそこまで調子が良くなかったとして、はい、後方に遅れたとしたら自分がどれだけ練習をしてきたとしても自分の目標とする前を走る選手が大したことなかったら結局どんだけ調子が良くても後ろの方に置かれたら勝負権がないので、だからでどんだけ自分が競争得点を持っていたとしても前の人が全然ダメだったら行ってくれないので、いや後方に置かれちゃうとダメになるわけです、はい、でそれがラインの面白さなんです。いや本当に、まあ、おっしゃる通りで田口さんのお話聞いて競輪の結構奥深さってのをちょっと、うん、教えてもらって非常に分かりやすい。なので本当に競輪、そうですね、うん、競輪の結構番組、まあ、見るんですけど、うん、その中で例えば前夜版のなんか、うん、その予想のやつ、うんうん、先ほどその田口さんがおっしゃったことをなんか分かってるって前提でペラ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 その、もちろん
そうそう、なのであの前夜晩とかも結局やっぱり競輪にここに来るあのお父さん方ももうあの競輪歴60年とか、はい、もうそういう方たちがたくさんいて、なのでもうこういうこのラインっていうのは分かった体であの全部進めています。あ、なるほど。 ところが今はやっぱりネット投票とかであの若い方で競輪をする方もすごく増えてきて、はい、なのでそういう意味ではこのラインのことが分からなかったらチンプンカンプンなんですよね。いや本当にチンプンカンプンなんですよ。そうなんですよ。結局その要するにまあ多分、うん、あの見てる側としてはもうかなりその要するに前夜版の展望みたいな番組、上の人その上何十年やってる人をの相手っていうかあの分かる解説でやってて、あんまりその LINE とかよく分かってない人はちんぷんかんぷん、あー久しぶりです決まってますねまたよろしくお願いします。すごいですね。いろんな方が通られるんです、ここ皆さんが通られるので、なのであの競輪はあとはあの皆さんがおっしゃるのはあのなんで用意ドンってなった時に一生懸命走らないんだって、用意、はい、用意ドンって例えば馬とかだったらバーってみんな で、はい、で特に競艇とかだったら本当にスタートが大事でパーッとオートレースもそうですけど、はい、行くのになんで用意ドンって言ったらタラ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 で、はい、そのうちなんか一列に並んでずっと走っていて、はい、でなんで一生懸命走らないんだろうっていうふうに思われる方がすごく多いと思うんですけど、ね、はい、それはだってあのそのインドのその要するに人を抜いちゃいけないっていうルールだから抜いちゃいけないルールでもあるんですけども、はい、例えばなんか長距離走私たちが 1000m を一生懸命走るのに、はい、スタートから 100m 走ぐらいの勢いで思いっきり走ったとしたらどうなりますか。あ、バテますバテますよね、はい、バテますよね、はい、最初からそんな 100m 走やったら、はい、なので、はい、足を温存してるわけです、ずっと、はい、で戦闘誘導員の人、ウルトラマンみたいな人を抜いちゃいけないから抜かないんではなくて、あの戦闘誘導員の人は風を避けてくれている風よけの選手なんですね。あ、はい、だからあのあ抜いちゃいけないルールだから抜かないんじゃなくて風を避けてくれていて、要は後ろに走る選手たちは足を溜めて溜めて、はい、その要はバテないように、あ、はい、残り2周になったら、ここは 400m バンクなので残り2周になったら戦闘誘導員が退避するので、そこまでの間足を使わないように、でその残り2周が勝負、特にあと半周、残りあと半周いて1周半になった時にはジャンが鳴るので、はい、そこから足を爆発することができるようにするために、とにかく足を使わないように一列棒状になって風をずっと避けながら避けながら、で残り2周になった時に一気にっていう、だからあれはあのチンタラチンタラゆっくり走ってるみたいに見えるんですけども、それはチンタラ走ってるわけではなくて、みんな作戦を考えながらあそこは走っています。あ、いろんな結構戦術とか駆け引きとかものすごい駆け引きです。 あの静かな周回はすごい駆け引きの時間、まあ、そうですね、まあなんかでも4競技の中で一番奥が深いっていうか一番難しくて奥が深いのはやっぱり競輪ってよく聞きますけど、でもやっぱり分かったら結局そうですね、一番の面白くて、はい、なんかあの将棋の棋士さんとか あとあの碁の方とか、はい、そういうプロの方たちがこう推理する楽しさがすごく共通してるみたいで、ファン競輪ファンの方がすごく多いです。あ、うん、結構推理小説とか好き、うん、本当に推理する、こうなった時にはこうなるし、この時にはこうでとかっていうのを推理する面白さで、 あとはなんか適当な人をこの人とこの人を選ぶっていうんではなくて、ちゃんとラインがあるので、うん、例えばですけど417とか、はい、4番と例えばですけどまくってくる2番の42とか、要は好きな数字を選んだり、はい、この人とこの人が強いからっていうよりはこのラインで考えることができるので、あの考えやすいといえば考えやすいし、このラインがバラバラになった時にはあのが出る、はい、あ、だからラインがあるから買いやすいっちゃ買いやすいんですよ、はい、いやーちょっといやーだいぶ分かりました。これで要するにあのまあ例えば今夜とかあの、うん、来週とかあのガールズ競輪とか大きな大会とか日本あのダービーもありますよ、ね、もうダービー始まるので面白く見れそうです、はい、でただ今言ったこれに関してはガールズ競輪は当てはまりません。
ガールズケアリーに関しては国際ルールに基づいているので全員が短期です。これは男子の経営に関してはこういうふうにラインを組んで戦いますけれども、女子の競輪に関しては一人一人がみんな短期です。じゃあ例えば全くもうその競輪ど素人で何もわからない私みたいな人がまずやっぱり競輪を買いたいなっていうので、これね、まあやりたいんだったらガールズ競輪がいいですよね。ラインなし、はい、お願いします。あ、iPad、 iPad ないです、はい、ないです、すいません、失礼しました。あ、ガールズケーリングがいいですか。ガールズケーリングがいいっていうか、ガールズケーリングも面白いですし、はい、これだからガールズケーリングとこれはまた別の競技みたいな感じです、ね、あ、別の競技で、うん、だからガールズケーリングに関してはやっぱり、あの他の競技、まあ、他の競技と一緒とはないですけども、国際ルールに基づいているので、やっぱ強い選手が、あの短期みんな来るので強い選手が来ることが多いです。あ、だからそうじゃない人が来た時にはガールズケーリングはすごい穴になります。みんな強い人がある程度決まっているので、うんうん、そうするとあの配当かなり安いので、うん、そうじゃない人が一人来たりするとすごく配当は高くなります。ただ、第1レースの締め切り5分前です。ただ第1レースの締め切り5分前です。車検のご購入はお早めにお願いいたします。お客様にお願い申し上げます。投票券をお買い求めの際には、必ずモニター画面によりお確かめくださいますようお願いいたします。査定発売後に間違いの旨を申し出されても、お取り替えはできませんので、ご了承くださいませ。すいません。すいません。まあでも、全く何もわからないとか競輪始めようって言ってたら、やっぱりラインなしのガールズ競輪で結構さっきおっしゃった当てやす、当てやす、うん、まあ、あのガールズ競輪の方が入りやすいは入りやすいだけど、ガールズはガールズの面白さがあるし、はい、でそうですね、これはこれで、いや、これはセンスする面白さがあるし、うん、で、特にやっぱりオリンピックとかに出るようなそういうこと、世界で戦っている人たちの走りを本当に目の前で気軽に見ることができるので、はい、なかなかそういうことって普段ないじゃないですか。あ、なるほど今日いやでも田口さんすごい分かりやすくて、分かりやすかったですか。いや、ものすごい、いやまあ本当に初心者にとっては最高の先生というふうに思います。はい、それがね、ラインで戦うということが分かって、はい、レースを見るとまた見方も違うので、分からなかったら、はい、なんだかこうどん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 何を動いてるのかなって思うけど、はい、とにかく競輪はライングループで戦うっていうところをまず念頭に置いて、はい、で楽しんでいただければと思います。今日はわざわざありがとうございました。ありがとうございました。楽しんでください。はい、田口さんでした。ありがとうございます。ガールズ競輪の育成の方の、白井美沙子、はい、ね、ちょっとね、美女で有名な登場していただきまして本当にありがとうございます。わざわざありがとうございます。ということで、今週ちょっとガールズケリーの、はい、オールガールズクラシックということで、はい、まあ、ちょっと臨海っていうアニメが始まって2話までということで、ちょっとその辺のことね詳しくお伺いできればと思います。はい、いいですかね。あ、はい、大丈夫です。ということで、そうですね、ちょっとガールズ競輪っていうのは、その今競輪やってるんですけど、はい、1期生っていうのはその初めて。そうですね、もう1期生として、はい、ガールズ競輪1期生として、はいはい、プロデビューしました。はい、始まって、まあ今1期生っていうことで初めてので、今は何期、今だいたい今年とかでデビューだったら何期の、多分今12年目に入ってますので、ガールズ競輪も12期生ぐらいですかね。はい、はい、あ、12期生あたりがデビューしてるのかなっていう。はい、あ、なるほど。あ、ってことはもうなんかパイオニアみたいな存在。いや、もうそうですね、まあ1期生としてもう、はい、まあ、私はそのガールズ競輪もう本当
来る時からあの携わらせていただいてまして、まあはい、エキシビジョンという形で、はい、あの男子のこういう記念とかの開催の時に、はい、車検販売中に、はい、まあ、レースをさせていただいて、はい、告知活動とかもしてましたので、はい、本当ガールズ競輪を作るっていう時から、あ、はい、すごいな、携わらせていただいてます。すごいな。いやいや、ありがとうございます。でも今はあれですよね、結構、はい、なんか競輪業界としては、はい、臨海っていうアニメご存知ですか？あ、そうですね、私も結構 SNS とかで拝見してるんですけど、はいはい、楽しい。そうですね、なんかいろいろこう見ていたら結構競輪場とかの描写とかもすごいリアルに、うん、あの描いてくださってるとかで、なんか各競輪場にあのモデルになるレーサーがいるんですかね、はい、いや、あの監修がね、あの、うん、なんと高木真美さんっていう、あ、はい、あの方がちょっとあの、ガールズ競輪の方の、はい、が監修されてっていう感じで、はい、今2話目までね、はい、MX の方で、はい、終わったってことで、はい、めっちゃ面白いですよ、まあ、あ、結構あ、熱い思いがその原作者の、はい、熱い思いが結構伝わってくるっていうか、ああ、ありがたいです、ありがとうございます。これから始めようっていう方のね、うん、まあ、ってことで、白井さんは初期でどういう感じか、その競輪やられて結構ある何年か11年半ですね、現役生活。長い。いや、そうですね、もう最後の方はもう怪我で、もう落下が続いて、はい、まあ、両肩怪我をしてしまって、まあ、ずっと治療を続けながらやってたんですけど、はい、やっぱりちょっとなかなか良くならなくて、もうそのままあのもう退社っていう形で引退しました。10年間も続くスポーツ選手の世界でやられて、はい、そうですね、やっぱり10年はとりあえず区切りというか節目かなと思いますし、10年できたことはもう本当にありがたいです。でもその間にどんどんその、はい、ガールズ競輪自体もなんか選手の人が増えてってことで、はいはい、そのパイオニアみたいな感じの一期生っていうことですご、はい、ある意味すごい、もう結構でもそういうのも最初に始めようっていうのは結構勇気が、まあ、そうですね、でも、まあ、本当なんか自然な流れで自転車競技もしてましたし、はい、自然な流れで選手になったかなと思いますので、はい、今、10年間で結局落車がで最後引退されてということで、はいはい、で今は結構イベントなんかで、まあ、そうですね、今も競輪のお仕事に携わらせていただいて出まして、はい、やっぱりあのガールズ競輪だったり競輪だったり、まあ、私は岸和田競輪が所属になってましたので、はい、まあ、岸和田競輪の魅力をあのお伝えする活動っていうのは、はい、してます。余談ですが、私のちょっと実家が大阪なんです。あ、そうなんですか。岸和田よく行きますよ。 ありがとうございます。9月にはあの岸和田男女、はい、ってことで、はい、あらす、まあ、まあ、そういうことで来週はこの車芸人場の方でオールガールズクラシックっていうのはあるってことで、はいはい、まあ、その辺ちょっと結構まあどういう大会なのかとか。そうですね、今回の第2回のオールガールズクラシックっていうことなんですけど、はい、あの前半6レースっていうのは従来のガールズ開催と一緒で2レースで 1節間のくくりなので、まあ、それがまあ3個レースある形なんですけど、まあ、7レース以降はあの G1 っていう形で、あの、まあ、その選考期間内にあのトップ上位だったトップ選手が集まって、あの、まあ、G1 の優勝を目指して走るっていう、ちょっと大きく2つには分かれてるんですけど、でも12レース制のオールガールズの大会っていうことで、あの格付けされてる、はい、あの開催になるんですけど、あの今年はもう4月26日から28日の3日間久留米競輪場で行われますので、ぜひたくさんご声援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。で、今ね、あの第7レースが終わりまして、第8レースの、あの選手の方がですね、まああの、うん、選手紹介がされて、まあコースをちょっとあの周回しているような状況になりますが、はい、まあそういうことで、うん、まああの、うん、あの冒頭にね、あの来て、うん、今日はね、あのまああのね、ちょっと同じくね、フリーアナウンサーのちょっとマリンアナウンサーと、ケビン、今日はちょっとあの、うん、あのスポーツトレーナーのあのケビン大佐にもね来ていただいて、そして、上先生にもね来ていただきまして、本当に、うん、まあ皆さんでね、まああの2024年のね、あの目標はですね、
まあ、今ちょっと映ってる自転車を通じてですね、はい、まあ、夏までに、まあ、ダイエットとか、まあ、健康をね、よくしていこうと、まあ、健康な体質になっていこうということであります。まあ、そういうことで、もう、うん、夏になるにつれて、ちょっとぽっこりお腹とか、まあ、そういうのが気になる人も非常に重いと思います。出すためのいくつかのステップをご提案します。バランスの取れた食事。高タンパク質の食事を心がけましょう。鶏肉、魚、豆腐、レンズ豆などが良いです。糖質はコントロールし、全粒穀物や野菜に偏るようにしましょう。トランス脂肪は避け、健康的な脂肪オメガ3脂肪酸が豊富な魚やナッツ、オリーブオイルなどを選びましょう。定期的な運動。週に数回、有酸素運動ランニング、サイクリング、水泳などを行いましょう。これは内臓脂肪を減らすのに効果的です。筋トレも重要です。週に2から3回のウェイトトレーニングで筋肉量を増やし、基礎代謝を高めましょう。十分な睡眠。良い睡眠は体重管理と全体的な健康に不可欠です。毎晩7から9時間の質の良い睡眠を心がけましょう。ストレス管理。ストレスは食欲を増やすことがありますので、リラクゼーション技法、瞑想、ヨガ、ディープブリージングなどを取り入れましょう。水分補給。水分を十分に取ることで代謝が促進されます。1日に2リットルの水を目安にしましょう。これらのポイントに注目して、夏までに健康的かつスレンダーな体を目指すことができます。何から始めるか、具体的なプランが必要であれば、お知らせください。ということで、神先生、ありがとうございます。まあ、そういうことで、まあ、先ほどね、神先生、神バーチャルドクターの方からですね、まあ、非常にね、スレンダーなちょっとボディを目指すにはね、やっぱりサイクリングが、まあ、今ちょっと来てる自転車のね、競輪、まあ、うん、サイクリングが非常に最適だっていうね、まあ、バーチャルドクターのね、アドバイスいただきまして、まあ、あります。特にですね、若い女性からして、まあ、マリアナさん、ちょっと来ていただいてるんですけど、まあ、若い女性からして、まあ、夏まで、まあ、残り3ヶ月っていうことでありますが、まあ、3ヶ月ぐらいでですね、まあ、自転車、結構ね、うん、足に負担かけない感じで運動することで、まあ、痩せたい若い女性とか非常に多いですかね。マリアナさん、よろしくお願いします。夏に向けて体型を整えたいと考える方が多くいます。特にサイクリングは楽しみながら有酸素運動を行えるため人気があります。サイクリングは脂肪燃焼に効果的でありながら関節にかかる負担が少ないため多くの人に適しています。また屋外での活動はメンタルヘルスにも良い影響を与え、ストレス解消にも役立ちます。定期的なサイクリングは、体力の向上、内臓脂肪の減少、全体的な健康状態の改善に貢献するため、ダイエットやボディメイクを目指す若い女性には特におすすめです。ということで、マリアナさん、ありがとうございます。まあ、そういうことで、まあ、老若男女を楽しめるのはね、やっぱり自転車でありね、まあ、サイクリングだっていうふうに思うんですけど、非常に、身近な乗り物がね、自転車っていうふうに思います。まあ、そういう意味でですね、先ほどちょっとメンタルヘルスにもいいっていうふうにね、マリアナさんからおっしゃっていただいたんですけどね、まあ、バーチャルドクターの、神先生の方からですね、まあ、まあ、自転車はね、非常にちょっとメンタルヘルスにいいのか、まあそういう中で、まあ、魚沼のような自然豊かなところでのね、サイクリング非常に最高なのかっていうことをね、お伺いできればと思います。神先生、お願いします。メンタルヘルスに非常に良い効果をもたらすことがあります。自然の中での活動は、森林浴と同様に、ストレスを軽減し、気分を向上させる効果があります。自然の美しさを感じながらの運動は心をリフレッシュさせ日常の緊張やプレッシャーから一時的に逃れる手助けとなります。また自然の中でのサイクリングは都市部の喧騒から離れて心を落ち着かせる絶好の機会を提供します。
大沼のような地域では見渡す限りの緑や水辺の景観が心地よいリラクゼーションを促進し、自然とのつながりを感じることができます。このように自然環境でのサイクリングは身体的な健康だけでなく精神的な健康にも多大な利益をもたらすため非常におすすめです。ということで、神先生ありがとうございます。まあ、ちょっと場内アナウンスがあるんですけど、まあそういうことで、ただね、まあ、ケビンに対しては、まあ、公開されてないっていうことですが、ただもう足腰をものすごい鍛えるのはね、負担をかけずに、やっぱり足腰を非常にトレーニングするにはね、自転車が以下にその理由をいくつか挙げます。低衝撃で関節に優しい。自転車トレーニングは低衝撃性であり、膝や腰などの関節にかかる負担が少ないため、怪我のリスクが低いです。長期的なトレーニングプランに組み込みやすく、高齢者やリハビリ中の人々にも適しています。下半身の筋力強化。サイクリングは特に大腿四頭筋、ハムストリングス、ふくらはぎの筋肉を集中的に鍛えます。これにより足腰が強化され、他のスポーツや日常活動のパフォーマンス向上にもつながります。持久力と心肺機能の向上。定期的なサイクリングは心肺機能を高め、全身の血流改善に貢献します。これはスタミナと持久力の向上に直結し、他のスポーツや活動にも好影響を及ぼします。可動域の拡大。ペダリング動作は足の可動域を広げるのに役立ちます。これにより柔軟性が向上し、動きがスムーズになります。脂肪燃焼と体重管理。サイクリングは酸素運動であり、効果的なカロリー消費を促します。これは体重管理や体脂肪の減少に役立ちます。これらの理由からスポーツトレーナーとしても自転車トレーニングを推奨することが多いです。ただしトレーニングの目的に応じて自転車トレーニングだけでなくウェイトトレーニングや他のカーディオトレーニングを組み合わせることが重要です。それによりよりバランスの取れたフィットネスが実現されます。ということで、ケビン大佐、ありがとうございます。まあ、そういうことで、まあ、足腰を、ね、鍛えるには非常にいいっていうことでありますが、まあ、うん。で、ね、ちょっとまあ、皆さんお伺い、うん。まあ、やっぱり最大の関心事はですね、夏までに、やっぱりね、自転車のね、トレーニングがね、まあ、ダイエットに一番最適なのかっていうのは、スポーツトレーナーの視点からですね、お伺いできればと思います。ケビン大佐、お願いします。自転車トレーニングはダイエットと体力向上のために非常に効果的な方法ですので、スポーツトレーナーとして推奨できます。以下にその理由を挙げてみます。有酸素運動。自転車運動は有酸素運動に分類され、長時間続けることで脂肪燃焼を促進し、カロリー消費が高まります。関節への負担が少ない。自転車はランニングなどに比べて関節にかかる衝撃が少なく、膝や足首への負担を軽減できるため怪我のリスクが低いです。全身運動。ペダリングだけでなくバランスを取るための体幹の使い方や坂道での負荷のかかり方など全身を使う運動です。持続可能性。自転車は屋外で楽しみながら行える運動であるため、モチベーションの維持がしやすく長期的に続けやすいです。夏までのダイエット計画として自転車トレーニングを取り入れる際は、週に数回程度のトレーニングを目安に始め、徐々に時間や距離を増やしていくことが推奨されます。また適切な栄養摂取と組み合わせることでより効果を高めることができます。自転車トレーニングは夏までの健康管理に非常に有効な方法として推奨できます。以下にその利点を詳しく説明します。心血管系の健康。自転車運動は心臓に良い運動とされています。定期的に自転車を漕ぐことで心臓の効率が向上し、高血圧や心臓病のリスクを低減できます。メンタルヘルスの向上。運動はストレスの緩和やうつ病のリスク低下に効果的であり、自転車を漕ぐことで得られる新鮮な空気と景色は心の健康にも好影響を与えます。
血糖値のコントロール、定期的な有酸素運動はインスリンの効果を向上させるため糖尿病予防や管理に役立ちます。体重管理、自転車トレーニングは効果的なカロリー消費方法であり、体重管理には非常に有効です。特に夏に向けて体型を整えたい場合に推奨されます。生活習慣病の予防、定期的な運動は生活習慣病の予防につながります。肥満、高血圧、糖尿病などのリスクを減らすことができます。ただし、新たに運動プログラムを開始する際は、既存の健康問題や運動制限がある場合は、医師の診断を受けることが重要です。特に心血管系の問題がある場合や、年齢が高い方は、安全な運動強度を医師と相談することをお勧めします。ということで、ね、まあ、最後にちょっと上先生の方からですね、締めの挨拶をいただきまして、本当にね、有益な時間だったと思います。そういうことで、ね、皆さんもね、ですね、夏まで残り3ヶ月あります。残り3ヶ月あるので、まあ、自転車を通じてですね、まあ、ご覧いただいて、本当にね、低負担で、まあ、無理なく、ってことで3ヶ月あれば、まあ、約、3キロから10キロ、まあ、5キロはちょっと痩せることができるんじゃないか、まあ、と思います。まあ、軽くやったとしてもやっぱりね、適切なちょっと食事管理の方をね、また次回やっていこうというふうに思うんですけど、まあ上先生を中心にね、も思います。まあそういうことで今日はね、本当は西武園経理の方からね、まあわざわざね、マリンアナウンサー、そして、上先生、そしてはい、ケビン大佐がね、わざわざ来てくれたってことでね、まあまあ、皆さん、ちょっと夏までにね、ぽっこりお腹をね、へこましたいとか、スレンダーなボディにしたいとか、引き締まったね、筋肉質の体質になってモテたいとか、まあ、そういう方は非常に多いと思うんで、まあ、夏までにね、引き締まった感じで、誰にも、まあ、ね、夏辺のちょっとビーチでね、まあ、自慢できるようなボディをね、作って、ね、まあ、健康的な生活、まあ、肉体的だけではなしにね、メンタルにも非常にいい生活を送っていただければと思います。ってことで、ね、まあ、3人の、マリン先生、そして、ケビン大佐、そして、上先生、ありがとうございました。それでは、失礼します。ってのは、もう、方の味方なんで、ただ、まあ、ここはちょっとね、好調ぶりを、見て、まあ、そうですね、1、2、3、まあそうですね、深谷選手は絶対抑える。で、増木選手もちょっとまあ遠慮気味になる可能性あるんですけど抑えて、で、そうですね、9番の酒井陽、まあ、このちょっと、4と、まあ4名の、ボックスで、まあ、これでちょっと勝負していきたいというふうに思います。まあこれからちょっと実験、普段のね、まあまあ車検もちょっと実況も完璧になれるように頑張っていきますので、まずさあ、まもなく、さあ、西武園芸人ゴールデンウィング賞 S 級の決勝、来週ですね。さあ、いよいよ、さあ、日本選手権が行われる、男子の、なりますが、まあ、これからね、平畑選手を筆頭にですね、黒沢誠治、9番の酒井陽、以上の9名になります。今日はね、ちょっと場内にね、モニターがないんですよ。完全にちょっとアドリブでっていう感じで。まあ、今までちょっとやってきたことがどれだけね、生かされるのか。さあ、一番車、さあ、地元で生かせるか、平原浩太、41歳。さあ、最前線、2番車、絶好調、深谷智博、競争得点116。そして、3番車、若きエース、増井拓海。4番の増井拓海。さあ、地元で輝かしい姿を見せたい。さあ、2番の深谷が行きます。そして、さあ、9番の、酒井陽が2番手、3番手に稲川翔です。さあ、1周目になります。レースは5周回レースは5周回です。さあ、先頭はさあ、誘導に引かれて、深谷智博先頭、そしてさあ、同じくライン先頭、そして森田優4番の、さあ、2番手1番の、さあ、これは平沢先頭、そしてさあ、武藤がこれはまくっていけるのか。さあ、これ一ノ瀬、さあ、これはちょっと深谷がこれはまくっていけるぞ。さあ、これ、さあ、
深谷がちょっとまくっていけそうだ。さあ、4番の森田優が先頭。さあ3番、これ増木拓も出る。さあ先頭はこれは、さあ増木がこれは2番車、増木拓です。増木拓、さあこれはガッツポーズ。若きエースがこれはガッツポーズです。ゴールデンウィング賞を制したのは見事9番の酒井陽との連携で、うわーちょっと残念だ、うわー、まあ当たりました、見事です。いやーやりましたよ、12レース取りました。見たら、まあ、あの SQS 班の、うん、増木選手とそして深谷選手がね、まあ、順当な感じで、うん、ちょっとね、うん、地元にちょっとひいき目の、倍率が出たかなって、まあね、まあ、そういう意味でちょっと惜しかったというふうに思います。まあ本当にね、今日一日ね、競輪のね関係者の方にはね、本当に世話になった上にね、最後ね、まあ自分で当てたとはいえね、まあ後輩とまあ元本3倍になったってことで、もうなんとちょっとお世話になって、うん、まあこれだからちょっとギャンブルはやめられないっていうね、まあちょっとギャンブル依存症気味のね、ベガになりますけど、まあね、本当にね、若き力で、まあ一日、まあ振り返ってね、まあ後輩とかもそういうことよりも、もうとにかくね、若き力で、要するに競輪業界を、ね、盛り上げていく。まあこのちょっとね、今日来てるちょっとお客さんはね、まあ高齢者が非常に多かったっていうことでありますが、まあね、若い、マリオカート世代の方がね、まあどんどんね、このちょっと競輪場ね、埋め尽くして、まあ今日みたいなちょっと私のね、興奮をね、うん、まあ場内で盛り上げていただくことをね、競輪業界の人もね、うん、願っていると思います。まあそういう意味で、ね、まあゴールデンウィークは、まあ公営競技の中でも特に競輪で、まあまあ臨海を中心にね、まあガールズ競輪もありますし、来週ね、まあ増木選手もね出ます、そして深谷選手も出ます、平原選手もね、ってことで、うん、まあまあそういう意味でね、うん、なんだかんだ言って平原選手は3位に入賞したってことで、まあね、強い平原選手をね見せてくれたというふうに思います。まあそういう意味でね、来週ね、まあゴールデン、まあ来週からいよいよゴールデンウィークになります。もうゲームに、まあ公営競技に、もうレース三昧のね日々をね送って、そしてですね、まあうん、申し上げたようにですね、まあ自転車を通じてですね、健康を手に入れて、まあね、まあ楽しいし、まあね、非常にためになる配信をね目指していきますんでね、応援よろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではしますね。